これいい。こいつに触ってると今でも親父に触るなって怒鳴られてぶん殴られるような気がするぞ。ならよかったな。いくら触ってももう殴られることはない。信じられないわ。あのお父様がこんな最後を迎えるなんて。金蔵さんに限って普通に床で亡くなるようなことはないだろうと思っていましたが、それにしても無語すぎる。ねえ、あれは本当にお父様なのかしら。私は別人の死体でごまかした替え玉を疑ってるんだけど。いいえ、あれは間違いなくお父様です。足の指をご覧になったでしょう。世間広しといえど両足の指が6本の人間はそうはいませんよ。でもいないとも言えない。多死症は珍しくない病気だと聞いたわ。王子家家の大好きな方なんでしょ。どこかで両足の指の数が自分と同じな遺体を手配したかもしれないわ。バカバカしい。そんなこと何のためにするというのですか。普通の人にならわしもそう言うわ。しかしあのお父さんやキリエさんの話も全くの口頭無形とは言い切れんのやないか。少子体が身元の確認が難しいという。だが歯型とか骨格とかいろいろ調べる方法はあるはずさ。警察が調べれば一発で身元なんかわかるに決まってる。問題は警察より先に電話技師が必要だという点だがね。この台風じゃ船は来られないでしょうね。なら明日になるのかしら。おそらく明日の9時にもう一度船が来てくれるでしょう。そこで警察に連絡できると思います。私たちも、そして犯人も。つまりは台風が通り過ぎるまでこの島に閉じ込められたってわけね。
また最初は6人か。しかも今回はじい様と使用人が全部まとめてときたもんだ。おそらくあの子は前回のゲームでのあなたの指し手を慎重に研究したのでしょう。そしてあなたが最初に疑うと高い確率で推定される駒を最優先で奪ったに違いありませんよ。筋だな。前回も前々回も屋敷に精通し、マスターキーを持ち歩く使用人たち全員は常に最高順位で疑わしい人物だった。前回のゲームの例えばジェシカの密室がいい例だ。使用人が犯人であることを認めさえすれば、あんなのは密室でも何でもない。ゆえにあの子はそこを真っ先に切りに来た。あなたがやがて逃げ込むであろう退路を真っ先に塞ぎに来たのでしょう。ベアとはすでに赤で、この島には19人以上いないと宣言している。それはつまり諦めろってことだ。もう俺は18人の誰かを疑わざるを得ない。あの子はその18人の駒を全て奪い切った上で、存在しないはずの19人目として降臨し、あなたに自らが魔女であることを認めさせる手で来るでしょう。魔法を見せつけることで強引に屈服させる。恫喝的手法がもはや通じない以上、あの子にさせるのは成功法だけなのですから。上等だ。もうハッタリは通用しねえぜ。気をつけて。まやかしは魔女の最も得意とするところ。あの子が何を言おうと何を見せようと、あなたが信じる真実を決して脅かすことなどできないのです。それを忘れないで。おう、そう何度も同じ手が通用してたまるかってんだ。出てこいよ、ベアトリーチェ。おっ、始めようぜ。すでに勝負のテーブルに着席しておるわ。わらわの手番もすでに終了しておる。マダムを敵に回すことになるとは厄介ですね、お嬢様。手の内をだいぶ読まれますよ。構わん。お師匠様の指し手などすでに時代遅れの古典よ。恐るるに足りぬわ。あなたが私の教えた古典以上の何をさせるのか期待していますよ、ベアトリーチェ。いいのか、バトラー。魔女を否定するそなたが魔女を軍師につけても。くだらねえ挑発は無用だ。こいつは俺の相談役、いやセコンドだ。ガチンコで殴り合うのは俺とお前だってことには何の変化もない。分かっておる。よちよちのお前には自転車にも補助輪が必要だろう。好きにするがよい。さあ始めろ、お前の手番だ。事件現場の再構築から始める。バルギリア、早速頼む。最初の遺体発見はシャノンから。屋敷内の1階客間より発見されました。扉と窓は施錠され、密室を構成していました。レアトに説明要求。密室の定義を再確認。密室の定義は内外の出入りが一切隔絶された室内を指す。当然内外からの一切の侵入脱出はおろか干渉もできない。それは包括的に隠し扉の否定、外部干渉の余地一切の否定を含む。以後この定義をベアトリーチェの密室定義と呼称する。細部確認。外部干渉の余地の定義とは、外部から釣り糸やら長くて細い棒やらなどを使って直接的に干渉するあらゆる余地だ。つまり扉や窓にはそのような小細工を混ぜる隙間すらもないと判断する。どうかな。仮に隙間がなくてもリモコンなどの電波は干渉できるはずだぜ。よかろう。電波などそれに類する遠隔操作技術も干渉不可能であると定義に追加する。客間には内線電話もあるぜ。それと連動した仕掛けは遠隔操作にはならねえのか。電話はすでに使用不能だろうが。ああもう面倒だ。それも含めようぜ。直接間接のあらゆる方法で室外よりの密室内への干渉は不可能だ。声やノックは密室に入らずに外部から干渉できるはずだぜ。密室であっても声をかけることやノックは不可能ではなかろう。意思疎通の可否は密室の定義に反しない。つまり
外部との伝達方法までは途絶していると定義できないんだな。そうなります。了解したぜ。シャノンちゃんの客間はそのベアトリーチェの密室定義を満たすってんだな。その通りだ。密室定義了解した。ヴァルキリア、続けてくれ。はい。シャノンの遺体はマスターキー1本を所持、発見した親族がこれを回収。ベアトに負傷要求。今回のマスターキーの本数は、前回と同じ、各使用人が1本ずつで5本だ。ってことは密室にはまだならねえってわけさ。マスターキーはまだ4本余ってる。シャノンちゃんを殺害後、4本の鍵のいずれかで施錠するだけの話だ。その通りでございます。そして見つかったのはマスターキーだけではありませんよ。はい。遺体のすぐ傍らに紋章入りの養鶏封筒が、中に手紙はなく2階客室の鍵が入っていました。2階客室の鍵、それは2階客室の扉をマスターキー以外に唯一開けることができる鍵だという定義でいいのか。問題ないぞ。そしてマスターキーと違い、その1本しかない。つまりある特定の部屋を開けるにはマスターキー5本に加え、その1本しかないというわけです。これはつまり、次は2階客室へ行けというメッセージなのか。となると大人たちは2階客室へ移動したな。はい。2階客室の扉もまた施錠され、魔法陣が描かれていました。親族はシャノンの遺体脇より入手したその鍵によって解錠。室内にて熊沢の遺体を発見。室内は密室。定義はベアトリーチェの密室定義に準拠。熊沢はマスターキー1本を所持、これを親族が回収。そしてシャノン同様に遺体の傍らに養鶏封筒を発見。中には3階控え室の鍵が。親族は3階控え室へ移動。そして3階控え室の扉にも魔法陣でさらに施錠されていて。はい。室内にてゴーダの遺体を発見。室内は密室。ベアトリーチェの密室定義に準拠。ゴーダはマスターキー1本を所持、これを親族が回収。そしてこれまで同様に紋章入りの養鶏封筒を発見。中より2階貴賓室の鍵が。親族は2階貴賓室へ移動。なんなんだこいつは。てめえ何を企んでやがる。そう睨むほどのものでもあるまい。密室ではあるが、それを開けるマスターキーはまだ何本もあるではないか。律儀にマスターキー以外の固有の鍵も進呈している。気に入らねえ展開だぜ。だが展開は読めてきた。この調子で6人続いてくってわけか。はい、その通りです。2階貴賓室にて源氏の遺体を発見。マスターキー1本を回収。地下ボイラー室の鍵を発見。地下ボイラー室へ移動。地下ボイラー室にて金蔵の遺体を発見。礼拝堂の鍵を発見。礼拝堂に移動。礼拝堂にてカノンの遺体を発見。マスターキー1本を回収。1階客間の鍵を発見。以上で6名の遺体発見の再構築を終了します。補足です。金蔵の遺体の傍らで発見された養鶏封筒には、礼拝堂の鍵と一緒に手紙が同封されておりました。手紙の内容はすでにご確認の通り、碑文の謎を解くよう改めて催促する内容です。ってことはなんだよこれ。最後のカノン君のところに一番最初のシャノンちゃんの客間の鍵があったってことは、密室が6つ数珠つなぎになってるってことなのか。その通り。6つの密室が数珠つなぎになっており、それぞれを解錠する鍵はそれぞれ隣り合う密室によって閉じ込められている。つまり6つの密室が1つの巨大密室を形成し、
その中に全てのマスターキーと固有鍵全てを閉じ込めてしまっているのだ。ちなみに6つの部屋の扉や窓はいずれも普通、オートロックのような鍵を使用せず施錠できるような仕掛けは存在しない。どうだよ、綺麗なもんだろ。ですからお嬢様、そのあたりに品がございます。悪い悪い、ついついバトラと遊んでると上機嫌になってしまうのでな。それでバトラ、お前の指し手はどうなんだよ。特に思いつかないんなら、わらわがヤギたちに遺体を運ばせて魔法にて全ての扉を封じるところを特別に見せてやってもいいんだぜ。好きにしろ。お前の主張する魔法説として拝聴しとく。だが俺はお前の主張とは全く異なる人間説を、お前の主張に一切干渉されることなく主張することができる。それはつまり、お前のざれ言に耳を貸す必要は何もないってことさ。好きに魔法の杖でも振るって、七色の魔法で扉を閉めるところでも実演してろってんだ。隣でそのうちガマの油と万能包丁の実演も始まるぜ。ヴァルギリア、事件現場を再構築、アラを探すぜ。全員は間違いなく死亡してるのか、誰かが死んだふりしてんなら、こんなの密室でも何でもねえ。南條は全員の死亡を確認。ただし護身術の否定は悪魔の証明により不可能。つまり誰かが生きているのを南條が見逃した可能性をゼロにすることはできません。来たな、悪魔の証明か。だがそいつをぶった切る剣は存在する。なんだよあいつら、わらわをのけものにして楽しそうだな。わらわは対戦者であると少しは構えたいうのに。本来チェスを対戦するのにあたり、相手とのコミュニケーションは不要です。お嬢様は指し手以外のコミュニケーションによって煙に巻いていった。それに惑わされないということはつまりこういうことなのでしょう。なぜだか納得がいかぬ。お嬢様はチェスを挑んでいるはずではないのですか。でもそうだな。警察未介入の現場につき、人間側からの検証は限界があります。厳密な死亡確認のため復唱要求することを推奨します。よっしゃ、ここで叩くぜ。復唱要求だ。被害者6人は全員死亡している。お嬢様、復唱要求が出ておりますよ。おい、ぼんやりするな。復唱拒否か。ここからが戦闘開始だ。おっとっとっと。すまぬすまぬ、いいぞ、応じるぞ。金蔵、源氏、シャノン、カノン、ゴーダ、熊沢の6人は死亡している。何をぼんやりしてるんだか。よし、まずは一つ引き出したぞ。死んだふりって王道はまず否定されたな。もはや手加減などせぬぞ。好きなだけ来るがよ。次々斜め切りにしてくれるわ。続けて復唱要求。6つの部屋には誰も隠れていない、俺たちが認識していない人物の存在を否定してみせろ。大ずる。6つの部屋には誰も隠れていない。よし、これで6人だけの缶詰は確定だな。そして死んだふりもない。どうするどうする、人間にはもはやどうしようもないであろうが、おとなしくわらわが素敵な魔法で鍵を自由自在にするところをひざまずいて拝見しろよ。寝言言ってろ。さらに復唱要求だ。6人の死亡は即死である。即死？ほう、どういう意味だそれ。犠牲者の一人が瀕死の状態で部屋まで逃げ延び、内側から施錠して密室を作った後、
息絶えた可能性もあるということですよ。密室殺人の拠点ですか。致命傷を与え、しばらく後に死ぬことを確実とした場合、犠牲者が殺人者から逃れるために部屋にこもり、施錠後に死亡したなら、予期せずして密室が構成されることはあり得ます。その可能性を否定するには、赤き真実にて6人は即死であったことを宣言する必要があります。よかろうよかろう、赤き宝刀にて切り伏せよう。6人は即死であった。即死とはつまり攻撃を受けて即座に行動不能になったという意味だ。まあ完全な意味での死亡には数秒もしくは数分をかけたかもしれん。だがいずれにせよ、自らの意思で何かの行動を取ることは完全に不可能であった。その意味において即死と断言できる。ここまでは古典の確認だ。お前との密室対決はここからだぜ。犯人は内側にいないなら外にいる。そして外からどうにかして彼らを殺したんだ。何を血迷うか。密室イコール外部からの殺害は不可能であろうが、故に魔法殺人しかありえない。いいや違うね。殺人は現に起こった、イコール密室ではないが正しいのさ。お前がどう煙に巻こうと、これは断じて密室じゃない。密室に見えるだけのまがいものだ。しかしバトラ様、室内には犠牲者しかおらず、それ以外の人物は室内には存在しておりません。そしてお嬢様の密室定義により、外部からの遠隔殺人も明確に否定されておりますよ。待ちな、遠隔殺人の定義は広大だぜ。何も、部屋の外から釣り糸を引っ張って室内の犠牲者を絞め殺したとか、そんなのばかりじゃねえ。例えばトラップだって立派な遠隔殺人だ。トラップ？ほう、それは何か。一例だが、彼らにあらかじめ決められた部屋に入り、内側から施錠して自ら密室を作り出すように指示を出す。そして室内には彼らがそれとは知らないトラップが仕掛けられており、それによって彼らは殺された。どうだ、これなら矛盾は生じない。問題ありません。現状と整合します。当方も問題ありません。お嬢様の密室定義にも抵触します。なんだその間抜けな推理は。いずれの室内にも不審なものは発見されなかったぞ。そのトラップはどのような形状なのか、どこに隠してあってどう作動したというのか、それを6人分、客間、客室、機械室、貴賓室、ボイラー室、礼拝堂の6つで説明してみせよ。どうだ、できまい。反論拒否。それを説明する必要はねえ。にもかかわらず俺の主張は揺るがない。なんだと。ベアトリーチェ、悪魔の証明ですよ。そのトラップの形状を説明できないことが、すなわちトラップ否定の理由にはなり得ない。うまい、強引ながら見事な一手です。こいつすっかり手慣れおって。チェック、発見できていない殺人トラップ X により、この密室殺人は成立可能だ。赤き真実にてそのチェックを切る。6人はトラップで殺されてはいない。トラップの定義は、あれだ、犠牲者が勝手に引っかかって発動するやつとかだ。それだけじゃない、リモコンで発動するとか、タイマーで発動するとか、そういうのもろもろ全部含めたやつだ。仕掛け人が直接関与することなしに殺人を遂行できる全ての仕掛けという定義でよろしいかと思いますよ。どうだ、切り返したぞ。人間にこの密室が破れてたまるか。お前も勝つために必死だな。どういう意味だ。お前は
自分の存在を俺に認めさせようと必死に戦ってる。今まで俺は一方的にお前にいじられてるだけだと思ってた。しかし実際は違った。お前もまた俺の切り返しに必死に抗い、自分の存在を示そうと戦っている。俺はよ、今ようやく実感してるぜ。俺とお前の対等な戦いなんださーて、面白くなってきたぜ。6人は密室で死に、無害者は中に誰もいない。そして外部からはちょっかいは一切出せず、トラップもないときだ。これまでの俺だったら、これはもう魔法の仕業しかありえねえだろうと思うだろうよ。このタイミングでお前におかしな魔法を実演されたら、そりゃ屈服もしてただろうさ。これがお前の得意戦術だ。俺の指し手を全て迎撃しきる。俺が万策尽きたと膝をつく。心の防御力が弱るその瞬間に、これ見よがしにおかしな魔法を見せつけて、一気に勝負を持っていく。昔から短気な将軍で、勝ちの目が見えると焦る悪い癖は相変わらずです。お嬢様はお預けができない将軍ですから。うるさいうるさいぞ。バトラの手番であるぞ。そなたが進めたトラップの駒はわらわが赤にて切り捨てた。次は何を繰り出すのか存分に来るがよい。おっ、トラップまで潰され、一見こいつは完全な密室犯罪に見える。だからこそここでチェス盤をひっくり返すぜ。来た、そなたの得意技よ。何をどうひっくり返せるというのか見せてみろ。ああ見せてやる。いかにして密室の中の6人を外から殺すかを考えるんじゃない。ああダメだダメだ、全然ダメだ。そうさ、どうやって外から殺すかじゃない、どうやって中で死んで密室にするかなんだ。そうさ、これが答えなのさ。犠牲者6人の中に犯人が含まれていたと考えれば、この密室は極めて容易に説明できる。バカな、その6人は死んだとはっきりわらわは赤で言ったはず。死んだのは6人、犠牲者は殺された5人、もう1人は自殺だったと仮定すれば、この密室は打ち破れる。確かに犯人が最後の密室に自ら入って施錠し、自らの命を絶てば、この連鎖密室は成立します。犯人の自殺、普通では考えられない一手ですが、考えられないから存在しないは存在しない。そしてその動機を立証する義務は彼にない。魔女とのチェスでしか使えない、実に力強い一手。まあ動機がないとは言い切れませんね。例えば金蔵は余命があとわずかと宣告されています。残りわずかの生を惜しまず自らの死をメッセージとしたという動機づけも不可能ではないかもしれません。お嬢様、こちらの手番ですよ。まさか死者の尊厳を踏みにじってまで犯人を生み出してくるとはな。こいつ血も涙もない男よ。死者を犯人に仕立て上げるこの非道なる一手は、前回のゲームでお前がカノン君を陥れた一手だ。この手でお前に一矢報いることが、ゲームは異なるが、あの時のカノン君への手向けだ。今俺はあの時のカノン君の無念を晴らした。ここで手を休める義理はありませんよ。全員の死因が自殺でないことを確認すべきです。復讐の要求を推奨します。ああだが自殺なんて甘い言い方じゃ追い詰められねえぜ。ベアト、こいつで詰めだ。復讐要求、6人は全員他殺である。これは痛いですね。ああどうしたよ、6人が殺されたんだろう。最も単純な一番最初の前提の確認でしかないぜ。復唱できねえのか。
副将を拒否する。理由は特にない。ここでの副将拒否はリザインと同じ意味だぜ。チェックメイト。6人の中に犯人がいて、密室構築後に自殺を図った。以上だ。ま、待って。いや、そ、言う望み通り赤を行使するぞ。6人は誰も自殺していない。どうだ、これで満足か。切り返したぞ、切り返した。ち、なんだよ、言えるじゃねえか。だがおかしいな、なんであんなに狼狽してるんだ。気のせいよ。わらわも今回は必死でな、そうそう心にゆとりもないのだ。深く気にするでない。要求した副将が改ざんされていますよ。ごまかされないように。ダメみたいですよ、お嬢様。そうか、6人全員他殺とは言ってない。6人全員自殺にあらずと、こいつは言い換えた。ということは、他殺でも自殺でもない人間が混じっているということだ。ああ、わかったぜ、わかった、わかった。これが真相だ。6人の中に潜む犯人 X は、5人を殺害後、密室を構築した。そしてそこから何かの方法で逃れるか隠れるかするつもりだったんだ。ところが事故った。本人すらも想定しない理由により事故死し、自ら望まない密室殺人を構築したんだ。これで決まりだぜ、ベアトリーチェ。チェックメイトだ。くっそー、その程度でわらわが追い詰められると思うか。この程度でリザインを叫ぶものか。その愚かなチェックメイト、わらわの赤き砲塔にて何度でも叩き切ってくれようぞ。6人の中に事故死は。でも、失礼。東方、ここで作戦タイムを所望いたします。しばしのご猶予をお許しください。正当な欲求です、問題ないか。ああ、強化するぜ。俺も今まで散々そいつをもらってる。今度はお前がそれを使う番だぜ。ありがとうございます。さあお嬢様、こちらへ。そして心の中で静かに数字を100数えましょう。あの悪魔の執事め、ベアートが熱くなってる今が追い込む絶好のチャンスだったんだが。ロノウェは冷静ですね。おそらくあの子に頭を冷やす時間を与えたのでしょう。あの子はあなたのチェックを外すことに意地になり、いくつかの大駒をやすやすと見捨てようとしていた。第一の番など所詮は前哨戦。あの子は引き際を誤りかけた。つまりどういうことだよ。俺のチェックメイトは成立したのか、しないのか。あの子は赤を宣言しかけていました。チェックメイトにはまだならないでしょう。しかしおそらく頭を冷やしたあの子はリザインを宣言するに違いありません。まさかあの負けず嫌いがか。ええ、負け戦は一秒でも早く兵を引き上げ、いかに損失を減らすかが肝要です。難しいのはそれが負け戦であるかどうかを測ること。あの子の執事はそれを冷静に判断したようです。やれやれ。つまりあと一息のところで逃げられたってわけだな。ビシッと俺がチェックメイトを決めてとどめを刺すって流れには
簡単にはならねえんだな。でもこれはあなたの勝ちだと判断してよいでしょう。向こうはギリギリで大きな損失を踏みとどまったようですが、それでもかなりのダメージを与えたに違いありません。その傷の深さはあの子の狼狽ぶりから十分理解できたはずですよ。だな。これ以上いじめたら泣き出しちまいそうだぜ。よう、お前の手番だぜ。次の一手は決まったかよ。リザインだ。この場はお前に勝ちを譲る。ま、お前がリザインしたってのは、結局のところ俺の説もお前の説も互いが相手を否定できないイーブンって意味だからな。負けってよりは引き分けって意味で受け取っとくぜ。気持ち悪い同情などいらぬ。この場はわらわの負けだと言って、そなたには雨に濡れた犬、さらに棒で叩く趣味があるというの。ねえよ、お前と違ってな。